はい、どうも、達郎です。さあ、今日はですね、先日出した沖縄移住者の闇、本当はどうなのかっていう、動画の後編になります。全部で6つの項目に分けてお話してて、前編では3つ、移住者を攻撃するのは先輩移住者だ。島ではいじめが横行している。出る杭は打たれるっていうこの3つについて前半は喋っていますので、ぜひ前編も見てみてください。こちらは後編の動画になります。後編はですね、後編でも、3つのテーマに分けてお話していきます。一つ目は、声を上げて争ったりするのはいつも移住者ばかりだ。高んぼさん動画で、なんかに反対したりとか、なんかを是正したりとかで、矢面に立って声を上げて活動するのは、これは、いつも移住者だっていう話をされてました。これはね、例えばまあ、高んぼさんも触れてられましたよ。自衛隊がどうとか、米軍基地がどうとかっていう話もありました。これはどうなのかっていうと、これは正直ごめんなさい。わかりません。僕は声を上げている人、何かに対してうおーって声を上げている人っていうのをあまり見たことがないっていう声を上げるっていうのは、その何かに反対するだけではなくて、なんか YouTube に動画配信をして活動したりとか、何か新たなものを作り上げて盛り上げていこうとするとかっていうのがあんまり僕周りにいないっていうのもあって、それがうちなんちゅうはやらない、沖縄移住者だけやってるっていうのはちょっと僕の周辺本当ではちょっとわからないです。ただ動画内で高んぼさんおっしゃられたんです。うちなんちゅんの方って社員が多いから、そういうことをそもそもする人は少ないよ。全体的なパイとして。これは僕もそう思う。やっぱりね、沖縄移住者の人は社員の人多いです。で、やっぱ仲良くなって打ち解けて、やっと、バーッと喋ってくれるようになったりとか、お酒飲んで打ち解けて喋ってくれるようになるっていう人は非常に多いんですよ。でも、最初から僕は関西人ですからね。僕みたいになんかベラベラベラって喋ったりとか、いろんなことを声だけでわーってやったりする人っていうのはね、少ないと思います。ゼロとは言いません。少ないと思います。はい。次。沖縄の職場環境はひどい場所が多い。という話なんですけれども、高山さんの動画で、石垣島は、所得は低いけど、求人はたくさんある。これはなぜかというと、離職率が高いから。離職率が高い理由、だから入れ替わりが激しいから求人がたくさんあると。離職率が高い理由っていうのは職場環境がひどい場所が多いから。で、この動画では生々しくて言えないっておっしゃってたんですけど、まあいろいろあるみたいです。で、これは本島ではどうなのかというと、難しいですね。だから、あくまで僕が見てきたベースになります。あくまで僕が見てきたものだけの話になるんですけれども、沖縄のね、職場環境はね、残業が多いっていうイメージが僕はめちゃめちゃあります。職場環境、人間関係とかもちろん大変なこともあると思うんですけど、とにかくね、残業が多いイメージがあって、でも所得が低いから、なんか働き損みたいになってる人が多いなっていうイメージが正直あります。で、あと、残業が多い、ちょっとブラック気質なところで多いのは、内地の方、東京とか大阪とかに本社があって、沖縄に子会社とかデータセンターとかコールセンターを置いているっていう特徴があるところは、なんかちょっと、なんだろうな、残業が多かったりとかサービス出勤が多かったりとかっていうブラック気質なものを持ってるところが比較的多いような、イメージはあります。これは、なんだろう。まあ、東京と沖縄の労働感覚ってちょっと違うんですよね。僕は大阪しか知りません。すみません。大阪ですけど、大阪の時って割とサービス残業何の方、なんか残業たくさんしてお金を増やそうみたいな風潮がちょっとあったんですけど、沖縄にはね、それはないんですよ。それはなくて、で、なんて言うんだろうな。内地企業、僕は沖縄の地元企業に、勤めることはなかった。全部、内地から、子会社とか出してる会社に勤めたりしたことが多かったんですけど、やっぱね、残業が多かったりとか、なんかこの労働環境の悪さっていうのはね、正直ありました、本当でも。これはね、ちょっとね、気をつけてほしいな。まあ、入るまでわからないし、気をつけてほしいなと思います。で、僕は結構それを是正する、僕のね、小さい力ですけど、是正するために沖縄ビーチのメンバーで、その、沖縄で仕事しようと思ってるけど、こんな会社どうです、こんな会社どうですかって言ったら、みんなが、そこの会社で働いたことある人みたいな人が多かったりするんで、どんな状況だったよ、こういう会社だよっていうのを、情報を共有して伝え合うようには、しています。そうやって少しでもね、そういう、ちょっと、
ブラック気質な会社にはまる人が、いないようにっていう工夫はしてますけれども、これはね石垣島もそうかもしれないけど、本島もね実際はちょっと沖縄の労働環境は悪かったりします。で、動画でも一回話したことあるけど、沖縄の労働相談、いわゆるそういう役所みたいなところに人間関係が悪くて辞めたいとか、なんか給料未払いだっていう労働相談っていうのが沖縄っていうのはめちゃめちゃ多いらしいです。過去の動画に出してると思いますので探してみてください。めちゃめちゃ多いらしいです。はい、で最後3つ目が何だったっけ、沖縄は交通環境が悪い。沖縄はなんかその車社会だけど運転が危ない人が多いとか、例えば自転車をいきなりなんか道路をバーって横切ったりする人がいたりとか、めちゃめちゃ飛ばす人もいればめちゃめちゃゆっくりな人とか、そこで出てくるみたいなんで車駐車場からファって出てきたりする人が多いとか、あとひき逃げが多いとかっていうのを動画で話されていました。この点に関してはひき逃げは僕は分からないです。ひき逃げは僕はされたことないし、僕の周りにも見たことはないんですけど、めちゃめちゃ飛ばす人とめちゃめちゃゆっくりな人がいるっていうのは本当にある。ちょっと怖い時は確かにあります。とゆっくりな人はいいんですけど、飛ばす人は飛ばすのですごい怖い人がたまにいるのと、まあこれもどこにでもいるけどね、いるのと、あと横断歩道いきなり飛び出してくるとかっていうの、これもある。おじいちゃんおばあちゃんとかが多いです。これも結構あるので、この交通環境が悪いっていうのは結構僕は確かにと思いました。見ててまとえてるなと思いました。でもこれもね、どこにでもある問題だって言われたらそうなんですけど、どこにでもある問題だよ、沖縄でもあるよということです。で、高本さんが任意保険に入っている人の人数が少ないっておっしゃってたんですけど、僕はこれねデータで見たことがあります確か。うん、で任意保険の加入率が低いっていうのを見たことがある。で、あと飲酒運転の数も沖縄っていうのはかなり多かったはず。だから車社会がもたらす弊害かもしれないけれども、であと低所得が低いから任意保険に入りきれないとか、そういうのがあるっていうのはね、多分ある、車社会と低所得っていうのが混ぜたら危険なものが混ざってそうなってしまってるってのもあると思うんで。で、沖縄って結構お酒美味しいところなんで飲酒運転が多いとか、これはね本島でも、実際にあるので、注意していただければと思います。はい、高本さんの動画を見てですね、僕なりにいろいろ考えて、本島ではどうなのかというのをお話しました。もしね、僕がちょっと拾いきれてない部分もあると思うんですよ。なので、コメント欄でね、石垣ではこうらしいですけど本島ではどうですかとか、本島ってこういうとこはこうこうどうなんですかみたいなことはどんどんコメントお願いします。で、あと全部目通して、僕今コメント全部返すようにしてるので全部返信します。変なやつ以外ね全部返信します。で、僕公式 LINE もありますし、沖縄ビレッジでは僕と直接電話とか直接会話することができるのは沖縄ビレッジだけなので、ぜひね沖縄移住考えてる方はね、加入をしてみてください。何かお力添えすることがね、できるかと思います。はい、ということで、今回は後編の動画でしたけれども以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。沖縄移住される方はね、ぜひ、高本さんの動画見てください。で、石垣移住される方で本島への移住を検討されている方は僕の動画もしくは沖縄ビレッジ遊びに来ていただいて、確かな情報をキャッチして、安全にスムーズに移住を、実現してください。はい、ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございました。バイバーイ。